レッグカールとは、ウェイトトレーニングの基本的種目の一つ。道具として、専用のレッグカールマシンや、トレーニングチューブ、アンクルウェイトなどを必要とし、ハムストリングスの筋力をアップさせるのに、大きな効果がある。エアロビクスなどではウェイトを使わない硬いの、重量のみでのレッグカールも存在する。ライニングレッグカールでは半剣様筋、半膜用筋と、大体二頭筋が、 同程度に刺激される。シーテッドレッグカールでは半剣様筋と、半膜用筋への刺激が大きく、大体二頭筋への刺激が抑えられる。ハムストリングスの内側の種目として行われるのは、シーテッドレッグカールである。ハムストリングスの上部の種目として行われるのは、スタンディングレッグカールである。ライイングレッグカールシーテッドレッグカールシーテッドレッグ。 カールスタンディングレッグ、カールスタンディングレッグ、カール自分の足の長さに合わせて、レッグカールマシンのパッドの位置を調節する。膝を、マシンの回転軸の位置に合わせ、うつ伏せになり、ハンドルをつかむ。息を吐きながら、足を曲げる。足首を曲げて行うと、ハムストリングスを収縮させやすい。この時、腰が浮かないように注意する。十分に曲げたら、 息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。自分の足の長さに合わせて、レッグカールマシンのパッドと背もたれの位置を調節する。膝を、マシンの回転軸の位置に合わせ、シートに座り、ハンドルをつかむ。息を吐きながら、足を曲げる。足首を曲げて行うと、ハムストリングスを収縮させやすい。十分に曲げたら、息を吸いながら、 元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。自分の足の長さに合わせて、レッグカールマシンのパッドの位置を調節する。膝を、マシンの回転軸の位置に合わせ、直立する。息を吐きながら、片足を曲げる。足首を曲げて行うと、ハムストリングスを収縮させやすい。十分に曲げたら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。 反対側も同様に行う。状態はシートから浮かせて、背筋をまっすぐに保ち、パッドの下にふくらはぎを引っ掛ける。動作は股関節を伸ばした状態で始める。息を吐きながら両足を曲げる。フィニッシュポジションでは、ハムストリングが最大収縮しているため、大体がシートから浮いた状態となる。十分に曲げたら、息を吸いながら元の姿勢に戻る。 二から三を繰り返す。床に仰向けになり、バランスボールに足を乗せる。脇を軽く開き、両手で床を押さえる。息を吐きながら、腰を床につけたまま、膝を曲げて、ボールを自分の方へ引き寄せる。息を吸いながら、元の姿勢に戻る。二から三を繰り返す。床に仰向けになり、バランスボールに足を乗せる。脇を軽く開き、両手で床を押さえる。 尻を上げ、肩で体重を支える。肩から膝までをまっすぐに保つ。息を吐きながら膝を曲げてボールを自分の方へ引き寄せる。息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。